きはい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃん、トラビスジャパンちゃんと名前を。 えー「デビューコンサート2023」ザ「THESHOW ただいまおかえり」というですねこのライブ映像を見ながら私が勝手に思うままにお話をしていく動画今日で4本目実は昨日は2曲一気に見ようと思ってたんですけど夢のハリウッドの演出というか、えー、皆さんのパフォーマンス歌声が素晴らしくてもうそこ終わるとこで能、ね、栄君が最後ピアノプラーンってやって、えー、松田君と2人で歌って。 で松澤君がまたなんかこうステッキで遊んで帰って行った後とに何か憎めないやつなんですよねと。うん確かにそう。もう人間力というかね。えー、松澤君でもほらいろんなバラエティの中で最近よく見ますけど本当にちょっとねあの学校の方のお勉強のね、えー、お力はもしかしたらなかなかねまれ、えー、なタイプの方かもしれないですけどでもちょっと歌ったそのアカペラの夢のハリウッドも非常に音感も良かったし動きもねダンスもすごくかっこいいですから。 いいんじゃないですかもうそれはそれでねキャラクターとしてさあそしてそこで今ノエル君がピアノに座ってる、えー、映像のとこで私止めてしまいましたのでこっから続きですね今日はだからハッピーグルービーでしょその後スイングマイウェイいくかなファイヤーどこで止めるか私自身も分かりませんが続きいきましょうじゃあ今日は21分48秒から続き再生ポンとおそしてノエル君が「 ピアノで、かわいいよねと「かわいい」っつって松田君に対して「ドララんテテテかタ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 」ってすごい上手いじゃんピアノ「テン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 テキレケン」何でもできるのダンスもできる歌もできるで「テリン」と「テン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 テそしたらメンバーが「いろんな動きで止まってます」そして「台の上にいる人もいます」いやら「しめかけくんだけ」だんだん名前も覚えてきたいですよねきれいなお顔。 これは松倉君だっけね皆さん教えていただいた座礁の2人目の歌声よかったって言った時にね書いていただい,いた皆さんコメントあそしてピアノの近くに宮近くん。でかたたたたたた動きがすごいもうジャンプもなんか上に引っ張られてみたいそしてピアノの上に乗っかって宮近くんきれいな動きで回っておりますそして能力がそれを見て「わたい,い笑顔ででん」デン。 ベイビー瞳でかませしょ。これ、締めかけくんじゃない聞こえるでしょ、ハートピー。ちょっと唇された。しっかりビートの音の音まで言うね。素晴らしい。ビート。マジカのオンステージ。ハッピークールーピー。まあ、おしゃれな曲。I saw l i g h ノエルコン これが松倉君でしょバイスは色っぽい声レモネードサンドイッチレモネードサンドイッチのところすごいいい甘い声の人でしたねあふれるハッピーール順番に体が体幹後ろにずれて気持ちいい高音綺れノエルくんか。

さあそしてピアノから離れてノエル君簡単に飛ぶけどかがいッペッペッベビー弾けるマイプレイションさあそしてリズムが跳ねてデでしデでしパイキーベーうわー7人並びもかっこいいな高さがだんだんお、ね、気に入りのシュートハッピークルーピーわーおしゃれ楽しいまさかも濃いね高さリズム そう悩みも消えちゃうようわどんどん台も動いてますよだから「That's h o わーこれほら松倉君で今の色っぽいもんそしてみんな台が同じぐらいの位置になってそして移動し始めちゃう,うわぁ「He's so good!」<は>「Hot! He's so good! That's right!H c o u n うわぁ! <laughs> すっごい」うわ「すっごい真ん中で飛んだあれ締めかけくフォーと いややべえな、これみんなぐるっと回ってそして真ん中階段ができてて今度真ん中から降りてくる「ダーチカ」うわあ下りのメロディーかっこいい宮近君今ダンスを今難しいよおっきくそして今度下から上がってくる「やでなのかな ?You know me」「夢見もあわおう」「ノエル君」。

どれ食べちまう海うーわ,わあの色が。Hey, you guys, いい感じじゃない誰にも邪魔できない。みんな詰まってハッピーグービー。GOP!GOP!GOP! みんな詰まってハッピーグービー。ほほ色っぽいな、今のフェイク。ああ、ああ、おう、ちてい。ハッピーグービーラン。 ハッピーグルービーテッテッテッテちょっと待ってちょっと進まないよ <laughs> 2曲ずついった方がいいかなって勝手に思ってるんですけど1曲ごとかっこよすぎて進まないじゃないこれ <laughs> ハッピーグルービーやべえねこれ どうすんのトラビスジャパンの皆さんはどうなっていくのこれデビューーコンサートですよあのただ歌が歌えてダンスができてそしてこうフォーメーションでいろいろ見せてくれるっていうだけでも本当すごいんですよもう歌,歌だけでもすごいんですけど歌いながら動く踊るっていうのもすごいけどでそこにノエル君がピアノを弾いている。 でさらにこう、ね、セットがこう自由に動いていく中でみんながまた移動していったりとかして真ん中知らぬ間に階段降りるがありりました降りてきながら宮近くんの下ってくるメロディあれ本当に難しいんですけど当たり前のようにね何が難しいってやっぱり。 低くなってくれば来るほど音量っっててなかなななかか出せなくなってくるんですね音の高さと声の大きさって比例するんで高い音出しに行く時には強くバーンって出していくその代わりこう下ってくる時はどんどん小さくしなきゃいけない音が小さくなると空気の量が出る量が減りますから音がどうしてもこうぶれやすくなるというか不安定になるところをああやって歩いてきながらしかも結構大股で降りてくる下りのメロディーをねし しっかり音音程を辿ってくる宮近くの音感の感良さはこれ特にまたこれ目立ちましたけどあとノエル君の高音を出してる時もね結構高音を出してるはずなのにわわっとなんか優しい笑顔で出してたりとかしてで松田君もね一曲前の時にピャーとか何か言ってましたけど実は実はというかもうファンの皆さんもご存知だと思うんですけどしっかりとした空気の量とそれからいい響きの出る、ね、音の出し方が安定してあって で、高い音もまあ綺麗に出るし音感もいいしで「しめかけくん」と私が言ってる人は「しめかけくん」じゃないかなと思うんですけど金髪の綺麗なねお顔のでその後、ねさっきも言いましたけどコメントで教えてくれたあれ「松倉くんでしたっけ間違えたらすいません」の色っぽさもまた出てたんですけど途中でほら「レモネードサンドイッチ」みたいに歌われてたとこ の声の抜けも素晴らししかったしその後もうわ声色っぽいって言って甘いって言った人もうちょっとどこってねたどれなくて申し訳ないんですけどこれ一人一人やっぱりすすごいいい歌声もいいですねパフォーマンスに目を奪われがちですけど。で今回この「ハッピーグルービー」という曲 逆曲じゃない楽曲最初のエロ君ピアノでちょっとこうねゆったりとしたリズムで歌われてましたでああいう歌い回しというかアレンジになるとどうしても細かい音程とかねさっきの宮近君のくだりの時も言いましたけどまあ言葉を選ばずに言うとアラが目立ちやすいああいう後ろ側の伴奏が薄くてとか少なくてね。 それでいてあんだけ動きながらでこの皆さん歌声の安定感だからこれ相当歌声レベル私が思ってる以上に高いですよこれは。でところどころ動いてるまた動きも素晴らしいしあのリズムが出てからのね皆さんの同じ曲の中でこう曲のテンポが変わってるわけですから。 でもその前半のゆったりしたところにリズムを持ってかれるわけでもなくちょっとリズムが出てきたらこうね乗りすぎちゃって速くなっちゃう走ってしまうってこともなく本当にかっこいいですこれ。どどうしますますすだこれ5曲目ですけどやべえですえーちょっと驚きですけれども。 このペース行ったらすごいかかるよね <laughs> 回数もうしょうがないハッピーグルービーはめちゃくちゃしゃべりたいこといっぱいあったんでちょっとねまたお名前がまだ覚えられてない方いらっしゃるので申し訳ないんですけどなんとか勉強しますのでとりあえず、えー、今日またハッピーグルービーだけでしたけれどもまたもしよかったら見てる方でねそこのさっきのレモネードって言ってるところは何々行くんですよとかまた私がちょっと間違ってる場面もあるかもしれないそこは誰々くんでしたとか温かい目で,目で教えていただけると非常に嬉しいなと思いますが。 今日はハッピーグルービー一局にまたなってしまいました続きはまた明日以降ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。